西鉄バス北九州、北九州高速自動車営業所は、西鉄バス北九州の自動車営業所の一つで、営業所表記は北高。北九州発着の高速バスを運行する。西鉄高速バス解散に伴い2019年4月1日に設立された営業所である。全路線西日本鉄道からの管理委託で運用されているため乗務員のみ、 北九州高速自動車営業所の所属となっている。かつては1990年代に西鉄本体の営業所として同名の営業所が開設され存在したが、西鉄高速バス発足時に遺憾、廃止されている。前述の通り西日本鉄道からの管理、委託方式で運営されているため車両の所有は西日本鉄道となる。全車トイレなしで新高速職。 ハーモニーと呼ばれる新塗装の日産ディーゼル、スペースランナー RA、三菱不装、エアロエース、日野、セレガを配置。ただし、西鉄本体から西鉄高速バスへ管理委託されていた一部の路線については、運営並びに、車両の所有者はあくまで西鉄本体であるため、車両の所属先としては引き続き、西日本鉄道北九州高速自動車営業所の 名義を使用していた。ありがとうございます。